はい、どうも、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。マンション評論家のマンションマニアでございます。今回、ご紹介するのはアトラス築地です。今回も、記事作成前のですねファーストインプレッションとなります。どうぞよろしくお願いいたします。この築地界隈の新築マンションなんですけども、私が買おうとしていたオーベルも販売中止となりましたし、その後レジデンシャルも販売中止になりましたね。いやー、まあ売れないから販売中止にしたというよりかは、まあ一等売り等した方がまあ儲けが大きいというところだったんでしょうね。まあそこは残念でした。で、今はこのアトラス築地と、プレミスと2棟、そしてイニシアが競合しておりますが、今回大きい特徴となるのがですね、やはり築地駅徒歩3分という表記ですね。まあ実際歩いた体感大差はないんですけども、プレミスとのアークで徒歩4分、エッジで徒歩5分で、イニシアになると6分、この辺になると体感で出てきますね。だから実際全部歩きましたけど、プレミスとのアークとこのアトラス、体感的にまあそこまでは変わらないなっていうところは正直なところではあるんですけども、やはり表記上で3分取れてるってのは今回大きいですよね。で、今回ですね、4面接道です。この築地エリアで4面接道ってのは非常に希少性があります。ただ残念なのがここですね。1個、まあ言葉あれですけど、地上げ失敗ですね。本来はここも取って、まあ完全にですね、ここ一体開発できたらよかったんでしょうけどもね。ただまあ4面接道というのはエリア的にはですね、希少性がございます。今回ですね、規模感も大きな特徴となります。今回ワンルーム等なしでですね、161個でございます。で、今までこのエリアで個数規模感あったのはパークホームズ築地グリーンサイドですね。こちらで140個ですかね。ので、まあそれよりも20個ほど多いということで、規模感はですね、エリアの中ではあります。で、現地歩いてみてやっぱいいなと思ったのが、このまあ築地から3分っていう距離感でありながらも、晴海通りから1ブロック入ってるんですよね。で、こっちに本願寺があって、すごく静かな環境です。築地駅徒歩3分で、これだけ静かな立地で4面接道ってなると非常に魅力は大きいですね。で、この界隈どうしても囲まれ感あるところなので、まあ、眺望がすごく抜けるってのは一部の部屋になっちゃうんですけども、まあ、4面接道がゆえにですね、日当たりに期待できる住戸は多いですね。だから築地駅から3分で静かな環境で日当たりも期待できる。これは強みですよね。で、通学校までの道のりもすごく恵まれてますね。で、この市場の跡地の開発エリアにも寄ってますし、あとこの晴海通り行くとバス停があるので、まあ、東京駅の丸の内ですね、行く都バスがですね、朝も鬼のような本数来るんですよ。で、大体なんですけど、乗車時間15分ぐらいなので、まあ、勤務先によってはですね、もう電車に乗らずに通勤ができちゃいますね。まあ、この界隈物件調査してて、やっぱりいつも思うのは、まあ、ちょっと日常の買い物利便性が今一つってとこですかね。大きめのスーパーがないんですよね。だから結局勝ちどく行くとか、まあ、やっぱ土日に買い込んで、まあ、あと足らないものは平日マイバスみたいな生活が主にはなっちゃいますかね。だからこの市場跡地になんかスーパー入ってくれたらすごく大きいんですけどね。はい、外観完成予想図です。今回ですね、スクエア型ですね。ここをもう直線にしてますので、スクエア型にして非常にかっこいいです。で、かっこいいんですけども、これ隔て板低いんですよね。これバルコニー凛子境の隔て板がショートタイプです。この価格帯でこれやっちゃうってのはどうかなと思いますよね。だからもう高価格帯のマンションがこういうちっちゃなことで購入検討者を不安にさせちゃいけないと思うんですよね。
これだってやればできるわけじゃないですか。これは頑張って欲しかったですね。で今回エントランスホールラウンジですね、外から見た時にすごく目立つという風にはしてないです。プレミスとのアークの時はもう見せつける感じでしたよね。今回は外から見るとあれなんかこのマンションラウンジとかないのかなぐらい、まあ要は外から見た時ここの光が漏れるぐらいなんですよ。だから中が見えないようになってるんですよね。で風除室もそこまで大きくないんですけども、中に入ってみるとすごく広くて豪華っていう形ですね。だから見せつける形ではなくて、まあこの居住する人が中に入っておーってなる形になってますね。で私が今回おーってなったのがこの1階のエレベーターホールです。これ天然石すごく使って、でエントランスホールラウンジもそうなんですけど2層吹き抜けではないんですよね。だから規模感的に2層吹き抜けにしても良かったかなと思いつつも、これ1階部分店舗が入ってるので階段があるんですよね。だからこれかっこいいですよね。これはいいな。で皆様に、まあ、この物件に限らずなんですけど、こういうパンフレットもらった時にエレベーターホールのこの完成予想図が載ってるか載ってないかはですね、絶対チェックしてください。まあ、1階に住む方を除けば基本エレベーター使いますよね。その常に使うところの部分を乗せてないってことは、まあ、イコール自信がないんですよね。要は、このパンフレットっていうのは当然いい部分を乗せるんですね。だからここに乗ってることっていうのはいいところ、自信があるところなんです。で、マンションによってはエレベーターホールの完成予想図を乗せてません。それをモデルルームで確認することもできなかったりします。まあ、裏のこの仕上げ表でですね、素材を確認する程度しかできません。なのでエレベーターホールのこの日常的に使う部分がパンフレットに載ってない場合、これは本当にですね、気をつけた方がいいです。このパンフレットの自信があるから載っけてますからね。だからこうやってガッと載せる。これパッと見でかっこいい、わ素敵ってなるじゃないですか。だから本当に載せてない物件とかだと全部吹き付けだったりします。そんな載せられないじゃないですか。だからそこは要注意です。パンフレットに載ってない部分こそ注意してください。共用部なんですけども、屋上テラスがございます。はい、色配を見てます。で今回大きく評価したい部分がございます。今回ですね、車寄せがございます。でその車寄せ、これかっこいいですよね。これはいいな。でこの界隈車寄せがある物件自体が少ないんですよ。で今回、まあ、この車椅子がかっこいいだけじゃなくて、まあ、駐車場が屋内なんですね。で、機械式にはなっちゃうんですけども、これ作業中雨に濡れません。で、素晴らしいのがこれ、エレベーターホールなんですけども、そこから直接駐車場に抜けられます。いや、これはいいですね。だから車のこの出し入れの際に一切ですね、屋外に出る必要がない。そして屋根があるので雨に濡れない。これは素晴らしいです。で今回車だけじゃありません。バイク置き場も屋内、そして駐輪場もちゃんと屋内で、これ地下にもあるんですけども、これ自転車用のエレベーターあるんですよ。これここから注目です。これ、まあ、1階で、自転車用のエレベーターに乗って地下に行き止めます。これ結構他のマンションで多いのが、もう一回上に戻って住戸用のエレベーターに乗り換えるっていうのが多いんですけど、今回これ止めるじゃないですか、そのまま15階のエレベーターに行けるんですよね。この動線はすごく気を使ってますね。ほんとご注意ください。自転車用エレベーターがあるのはいいんですけども、これまたわざわざ一回上に戻らなきゃいけないパターンもあります。今回は直接15階のエレベーターに乗ることができます。これは素晴らしいです。価格になるんですけども、平均の坪単価ですね、ざっくり約505ぐらいです。今回第一期供給を計算したら505万円ぐらいになりました。なのでプレミスとの
エッジとアークの間くらいの設定になりますね。で、細かい部分はですね、メインブログで記事化いたしますので、そちらをご覧いただければと思いますが、これからですね、おすすめの間取りをですね、共有していきます。おすすめ間取りはですね、3つ紹介しますが、まずはですね、高価格帯から D タイプでございます。で、こちらなんですけども、81.97平米のお部屋ですね。で、3LDK なので、まあ、ゆとりがあります。窓面も豊かですね。で、注目いただきたいのが、この角部分ですね。これ、腰高じゃなくて、ダイレクトウィンドウなんです。で、これ、こっちはま、反対にはなるんですけど、また同じものがつきます。要は、腰高じゃなくて、下から上まであるので、腰高に比べると、だいぶ開放感がありますよね。このバルコニーの窓面の豊かさプラス角も豊かということで、まあこれは非常にいいかなと。で、まあ1616ですけど、まあまあ広い、お風呂になりますし、まあ全体的に見ても、まあこの廊下が無駄だと言われちゃうとあれなんですけども、まあ豪華ですよね。まあここの通路含んで16畳ではありますけど、まあ81平米の 3LDK なのでゆとりはある方ですね。で、こちらの価格なんですけども、6階で1億3880万円。単価にすると559万円ということで。まあまあ、それなりはするんですけども、まあこの広さ自体が希少なエリアですしね。まあこういった間取りは売れていくでしょう。はい、二つ目のおすすめ間取りですが、今度は J タイプ 65.32 平米の 3LDK です。まあ 3LDK にしては狭めなんですけども、まあこのエリアで 3LDK 自体がですね、なかなかですね、中古でも出物がないと。で、あっても奥超えてくるって中で、今回この J タイプ新築ではありながらもですね、2階で9080万円。単価にすると459万円。7階まで行くとやや上がり9690万円。単価にすると490万円ということで、まあ、奥を切る 3LDK 新築です。なので、まあ、新築 3LDK このエリアで探すとですね、結構奥越えばっかなんですよね。で、もちろん、これ面積抑えられてはいるんですけども、部屋数欲しい。でも奥はきついよって方にはですね、魅力に感じるのではないでしょうか。はい、三つ目のおすすめ間取りですが、M4 タイプ 2LDK62.08 平米。まあ、2LDK にしてはですね、ゆとりがあります。で、これ、向き的に目の前のですね、マンションと、こんにちはにはなってしまうんですけども、これ結構効率いい間取りです。玄関からリビングまでがですね、これ短いんですよね。で、まあ、お風呂のサイズはちょっと残念ではあるんですけども、ここにニッチがあったり、シューズインクローゼットがあったり、で、これ、洋室がですね、まあ、下がり点はちょっと残念ではあるんですけども、結構広いんですよ。だから、シングル2つもいけますし、ダブルベッドを置けば、ここに、まあ、ちょっとした書斎コーナーみたいな作れるんですよね。で、クローゼット、ウォークインクローゼット分かれてるので、まあ、こっち、奥様、こっち旦那様っていう感じになりますかね。そういう使い方もできて、まあこれも狭いんですけども、まあなんとかちょっと形はきついけど、子供部屋としてもギリギリ使えるかなっていうところで、リビングまあ 12.2 畳あって、まあ使いやすい形してますよね。で、これなんですけど、価格が結構目に優しいです。まあこんにちはっていうのもあるんですけども、4階で8080万円、単価にすると430です。これだから売りやすいですよね。入りの価格が8000ぐらいで、売る時もまあ、ギリファミリー層もいけるかなっていうところなので、これは買いですね。個人的には今回このマンションの中で一番いい狙い目じゃないかなと思うのが、私この M4 タイプの 62.08 平米の部屋でございます。これはいいですよ。これ単価430で買っとけばこけないですよね。で、かつ、まあ、住んでからの満足度にも期待ができる部屋で、まあ、当初2人で買ってもいいんですよ。これ3人になっても住める 2LDK なんで、これはいいと思います。
はい、設備です。で、設備なんですけども、安心してください。ディスポーザー入っております。で、食洗機も入っております。で、キッチンと洗面天板はですね、天然石です。で、トイレ、手洗いカウンター、ローシルエット、トイレ、などなど、単価なりにしっかりしております。で、最初はですね、なんかリビング壁掛けエアコンの計画だったっぽいんですけども、ちゃんと点火制になっておりました。なのでプレミストと同じくリビングには点火制エアコンが入ります。すごく細かい部分なんですけども、すべてのコンセントがですね、三つ口になります。まあ二口だとどうしてもタップつけてかっこ悪くなりがちなんですけど、まあ最初から三つ口だとありがたいですよね。こういう細かいところらへんがやっぱハウスメーカーだなーって感じがしますね。構造面になるんですけども、二重か二重天井は当然で、基本天井高2500なんですが、今回スケルトンインフィル導入しております。これ最近なかなか見なくなっちゃいましたね。だから、このスケルトンインフィルっていうのは、まあ住んですぐになんか効果を発揮されるものではなくて、まあ30年、40年、50年経った時に、スケルトンインフィルでよかったねってようやくなるものなので、まあなかなか入れないんですよね。で、まあ、これを、配管を外に出してる分、当然階段が作んなきゃいけないので、どうしても、例えば、10階建てができる一般的なマンションでも、この SI 採用すると9階になっちゃうみたいな、まあ、そういった現象が起きちゃうんですよね。だからこのスケルトンインフィルって非常に採用されにくくなってるんですけども、これいいですね。だからメーターボックスをここに集中させることによって、まあ、本来もうこう水回り固定されちゃうんですけど、まあ、この範囲内であれば動かせますよっていうところです。で、まあ、当然水回りの位置が変わってくると、まあ、じゃあ上下階の音大丈夫かってなるんですけど、スラブ圧も250取ってます。だから一般的なマンションよりもちゃんとこのスケルトインフィルによって水回りの位置が変わるっていうところも考慮して、ちゃんとスラブも厚くしてくれるので、これは素晴らしいですね。これ本当なかなか見なくなっちゃいました。で、今回管理費がですね、平米単価で月額約391円となかなか高いです。平米単価月額約391円、なかなか重たいです。ただ今回ですね、まあ、これ店舗も多いんですね。で、それによってこのマンション地下の部分に、防災センター設けてます。まあ、24時間有人管理ってことですね。で、コンシェルジュさんはいないんですけども、まあ、24時間有人管理ということがですね、この、まあ、管理費が高い理由の一つになりますね。はい、ということで、ファーストインプレッションでございました。まあ、細かい部分はですね、メインブログの記事で見ていただければと思うんですけども、まあ、今回立地が、いいです。ただグレード、マンショングレードはプレミストのアークの方が上かなってことですね。まあもちろんアークの方が高くなっちゃいます。だからまあ立地で選ぶんであればこのアトラス、まあマンショングレードで選ぶならプレミストかなっていうところですね。まあこのアトラスもダメってことはないんですけども、せっかくこれだけエリア内で規模感あるという希少性があるので、もうちょっとそれを活かして欲しかったなと。だからまあさっきお伝えした隔て板通るタイプにしたり、あと今回まあ外廊下なんですよね。で、まあ、プレミスと内廊下なので、まあ単価的に内廊下がいいなって方も多いでしょうから、そこは気になるのかなとは思いますね。だから売れる売れないで言ったらプレミスより売れると思います、正直。だって立地の方が上なのにプレミスのアークより安いわけで、そうなれば当然売れますよね。だから今回アトラスプレミスイニシアある中で、まあおそらくここの売れ行きが一番良くなるのではないかなと。ただ物件グレードで言うとプレミストのアークかなっていうところで、まあ何を本当重視するかですね。で、まあ、今回外廊下ではあるんですけども、気を使ってくれている外廊下です。で、まあ、何を気を使ってるかっていうと、室外機、まあ、通常であれば外廊下ってこの、
廊下側に来ちゃうので、なんか生活感出ちゃうんですよね。菅駅がポコポコで、それを隠してくれるマンションもあるんですよ。今回は隠すとかではなくて、そもそも全部バルコニーに出します。だバルコニー単体ちょっと狭いのがさらに窮屈にはなっちゃうんですけども、各部屋のエアコン室外機をバルコニーに出してくれるので、この、共用廊下に関しては外廊下なんですけども室外機が出ないので、なんかこの一般的なお安いマンションのなんかこの生活感みたいのは出にくいです。だから気を使った外廊下ということにはなります。後日メインブログの方でもですね記事化いたしますので、そちらも合わせてご覧いただければこれ幸いでございます。今回も貴重なお時間、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。失礼いたしまーす。